徳島祖号から見た阿波踊りの様子縁っぽさを特徴とする女踊りうちわを使った男踊り徳島市。阿波踊りは徳島県徳島市で毎年8月12日の15日のお盆期間に開催される盆踊りである。江戸時代より約400年続く日本の伝統芸能の一つ。阿波踊り発祥の地である徳島県では8月になると各地で阿波踊りが開催され、 徳島市阿波踊りはその中でも突出した規模と知名度を誇る。人口約26万人の徳島市に例年全国から120万人を超える観光客が集まり旅行会社による観覧ツアーも多く組まれる。近年では東京をはじめする広い地域で阿波踊り大会が行われており徳島の有名連がそれらの技術指導に当たっているケースが多く 踊りの質の面でも他の追随を許していない。開演は18時。徳島駅南側の繁華街一帯が18時23時の5時間に、渡って歩行者天国となり、全域が泡踊り一式となる。また、昼間は市内のホールで公演が行われるほか、夕方になると公演などでリハーサル風景を見ることができる。最終日は全演舞場の公演が終了した後でも、 しばらくの間小規模な泡踊りをしている様子も見られ、夜通し街中には、鐘と太鼓の音が止むことはない。2014年8月12日の泡踊り初日には、検索サイトグーグルのトップロゴが、泡踊りの女踊りを模したものに変更された。このロゴをクリックすると、泡踊りの検索結果が表示される仕組みだった。2020年4月21日、泡踊り実行委員会は、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、戦後初の徳島市阿波踊りの4日間の中止を決定した。阿波踊りでは踊りのグループを村地と呼び、徳島市阿波踊りの参加連は2010年度で1000組に上る。街頭での飛び入り参加まで含めると総参加者数は10万人にもなると言われている。そのうち踊りの技術のある有名連が40から45組。 企業の社員やその家族で構成された企業連、学生による学生連、気の合う仲間が集まってできた村地などがある。このうち企業連の参加数は景気の動向に左右されやすく、2005年までは減少傾向にあったが2006年からは再び増加傾向にある。企業連は古くから活動を続けてレベルの高い踊りを見せるものから素人同然の集団まで様々である。 また、広報を兼ねて、俳優や、タレントなどの有名人を招致して、場を盛り上げる企業もある。2010年時点の主な有名連を以下に記す。鳴門市の有名連も、参照のこと。上記有名連のうち、徳島市阿波踊り振興協会と徳島県、阿波踊り協会徳島支部所属の31連は、徳島市阿波踊り会館で行われている1年を通じての実演に参加している。 熱気と笑顔が溢れる女踊り、両国境南詰め交差点の和踊りや和踊り、開催期間中は徳島駅南側一帯に大規模な交通規制が敷かれ、広い範囲で歩行者天国となる。その中に有料演舞場、無料演舞場の2種類の演舞場が設置される。さらに歩行者天国となった路上や広場では、踊り子が勝手に踊る和踊りが随所で繰り広げられる。また、 市内の複数の屋内ホールで、選抜アワ踊りが開催される。このうち、有料演舞場と、選抜アワ踊りは有料。チケットは、コンビニエンスストア、電話、インターネットなどで買えるほか、当日券も、コンビニや演舞場そばの売店などで購入できる。大通りが約100メートルにわたって、演舞場となり、出場する村地が途切れなく一方通行で踊り込んで、来る。 スタート地点とゴール地点はレンの入り退場口を兼ねているため、可動式の柵が設置されている。歩道に当たる場所には、大型の観覧用座席が設置される。第1部と第2部に分かれる。2004年に入場者数増を目指して、指定席制、2部入れ替え制、全国のコンビニでの販売開始という、大きな改革が行われた。また、2007年からは、 演舞場そばに売店を設けて、当日券がその場で買えるようになった。有料演舞場のメリットは、質の高い踊りを鑑賞できる点にある。かつては順番さえ取れればどの村地でも踊れる、決まりであったため、踊る順番を確保するために前日から有名連、無名連を問わず演舞場で順番待ちをするのが、当たり前であり、順番をめぐっての口論も耐えなかった。 その結果、有名連が踊れず一部の大学連、企業連が質の低い踊りを有料演舞場で披露するケースも見られ、有料なのに素人の踊りを見せるのかと苦情が寄せられていた。そのため現在は、有料演舞場は、有名連及びタレントを含む、企業連が優先されるようになっている。これにより、有料演舞場で質の低い踊りを見せられる、可能性はほぼなくなり、 洗練された踊りもしくは有名人の踊りを鑑賞することができるようになった。サジキの前列では踊り子一人一人の細かい動きを後列では見事に同期した集団としてのパフォーマンスを楽しむことができる。そしてその部の最終の村ジが踊り込んできた際には観客に参加を促すアナウンスが流れるとともに退場口の柵が開き入れ替えを兼ねた一般参加が可能となる。 これは観光客を中心に非常に好評でスムーズな入れ替えと踊り体験を兼ねた一石二鳥となっていることも評価されている。基本的に有料演舞場と同じ構造であるがじ敷の規模が小さい。スタート地点とゴール地点の柵がないため踊り子の出入りの邪魔にならない範囲内でどの方向からでも見物できる。規模が小さいためどの座席からでも 間近に踊りを見られるのが魅力である。有料演舞場と比べると大学連や企業連などが中心となるが、有名連も少なからず踊り込んでくる。ただし、有料演舞場が二部入れ替え制に対し、無料演舞場は入れ替えなしで、席も少ないため、直前に訪れても席の確保は困難である。そのため、開演数時間前から新聞紙や座布団を置いての席、 踊り行為が横行している。また、桟敷が低いたメレンの全体像を見るのには向いていない。歩行者天国となった路上、アーケード、公園、駐車場などでは、連日随所で自然発生的に踊りが繰り広げられ、その周囲に見物の人垣が,ができて大いに盛り上がる。これはその客と踊り子たちの位置関係から和踊りと呼ばれる。次の予定が特に決まっていなかったり、 次の出場までの時間に余裕がある時に自発的に行われる。一般に5から15人程度の少人数で踊られることが多い。有名連が披露することもある。有名連とは別に和踊りを得意とする小規模連もある。演舞場での踊りが大人数、隊列、一方向の更新型であるのに対し、和踊りは少人数、自由奔放、ダイナミックさが特徴である。 滅多に見られない形式の踊りや有名連のその時、限りのオリジナルの踊りが見られることもある。年にとっては綱が和踊りでその年の踊りを英会賛式を行うこともあるほどである。そもそも阿波踊りが大規模連が演舞場で見せる踊りとなったのは1970年代以降のことであり、観光客の増加でじきが大型化したことに伴うものである。 それ以前を知る住民によると、昔はきちんとした演舞場などは特に設けられていなかった。この時期になると道路が歩行者天国となり踊り広場として開放して行われていた浴衣は統一されておらず、バラバラの綱がおのおのの踊りを好きなように披露していたという。この和踊りには見物客が思わず踊りに参加したり、通りすがりの綱が途中参加していくなど、 阿波踊りの原点とも言える姿が現在でも自然に見られ、王子の名残を伝えている。徳島県民にとって阿波踊りがいかに身近なものであるかがよくわかる例である。そして実際に踊ってみて初めて阿波踊りの魅力が理解できるとも言われている。歩行者天国の他にも以下の踊り広場でもステージや和踊りを目にすることができる。近年になって 道路や国道が舗装された、関係上、王子よりも狭くなっているという。近年は阿波踊り期間中の昼間に、徳島市内のホールで選抜阿波踊りが有料で行われている。主に観光客を対象としており、徳島市阿波踊り振興協会と徳島県阿波踊り協会の2協会から有名連が日替わりで、毎日それぞれ2から3連ずつ、ステージ用の阿波踊りショーを披露する。 光の演出などで街中とはまた違う楽しみがあり、雨の心配もなく、冷房の効いた館内で快適に鑑賞できる。1回あたり70から80分のステージが1日、2から3回ほど行われ、料金は1300から2000円。徳島県 CATV ネットワーク気候加盟16局の共同制作により、熱踊り、泡踊りが放送されている。 市内に特設ブースを設け、主要演舞場や街角の様子を、県内ケーブルテレビ及びインターネットで、生中継している。また、阿波踊りに参加している、有名人が特別に出演することがある。放送時間は4日間ともに19時22時の間であるが、インターネットでは、過去の放送を見ることができる。なお、この阿波踊り中継をモデルにしたと思われるシーンが、 映画、ビザンビザンの中で使われている。NHK では1990年代に BS で生中継を実施していた時期があった。2000年代からは BS プレミアムで阿波踊りの期間中に踊りの様子などを収録、期間終了後に放送。なお、総合では1958年に30分だけ生中継した時があった。開催期間中に金曜日が当たる場合は、 四国放送で生中継を実施する場合がある。タレント等が連に混じって登場することがあり、特に高橋秀樹やの野村誠らは毎年のように参加している。また、大村コンボ30人以上も大塚製薬の企業連に夫婦で参加し続けている。以下、2006年度の参加者を記す。アニメーション制作会社ユホタブルの代表取締役で、 徳島県出身のアニメプロデューサーの近藤光が徳島にスタジオを新設する際、徳島市間公共会にアニメポスターの制作を提案し、2009年 U4 タブルが制作したアニメーション映画、空の境界のキャラクターを用いたポスターを制作した。その後も u o タブル制作のアニメーションの登場人物を用いたポスターが毎年制作されている。 この制作がきっかけとなり、徳島市にて大型アニメイベント、町遊びが開催される。2009年にはこのポスターが、盗難被害に遭い、後に高値でオークションに出品される事件が起きた。2011年、東日本大震災復興支援として、ユホタブルを含む多数のイラストレーターたちによるチャリティーポスターが販売された。2017年、 総務省が行っているふるさと納税で U4W 徳島が徳島市ふるさと応援寄付金パートナー企業となり泡踊りポスターが返礼品に加わる。追加された1月27日のみで約81件、約577万円の申し込みがあり、1日あたりでは過去最高額となった。その後2月1日までの6日間で133件。 約950万円に達している。最終的に、締め切りである3月6日までの39日間で、計298件、2 8万5100円の寄付が集まり、同市の前年度寄付額である1445万6000円を大きく上回った。2018年8月、徳島市市民環境部住民課より、マイナンバーカードの普及を図るため、 アは踊りアニメポスターを活用したシールを貼り付けた特製カードケースを枚数限定で配布することを発表した。配布される絵柄はエミヤさんちの今日のご飯である。長年徳島新聞社とともに徳島市アは踊りを主催していた徳島市観光協会の4億円を超える累積赤字が徳島市により2017年に指摘され2018年に徳島市が 徳島市間公共会の破産手続きを申し立て、訴訟案件となった。これにより2018年以降の開催体制をどうするかが議論され、2018年は徳島市が主導する実行委員会が例年通りの日程で主催することが決まった。運営委員会が2018年の南内町演舞場での総踊りの中止を決めたのに対し、これに反発する。 踊り手団体が8月13日に付近で総踊りを強行した。2019年から運営を民間委託することになった。その結果、共同東京を中心としたグループが2023年まで運営受託することが決定した。もともと徳島市内には泡踊り以外にこれといった観光資源がなく、 通年での稼働率や収支を考えると宿泊施設をむやみに増やすことができない。その結果、阿波折期間中は宿泊施設が常に不足し、22時30分の演武終了とともに、徳島市を離れてしまう観光客も多い。このため、観光客の数の割には地元への経済効果は薄い。特に、本州四国連絡協と四国の高速道路網の、 整備によって以下のような観光客の流れができつつある。なお、この期間中は、鳴門市など徳島県内各地や徳島市に近い淡路島などの宿泊施設もほぼ満室状態となる。有料演舞場の観客数はそのまま波踊りの事業収支に直結する。しかし波踊りには、もともと誰でもどこでも参加でき、 観覧できるという特性があり、有料演舞場についてもどうしてお金を払ってみなければならないのか、街中と同じ踊りなのに料金が高いなどの反対意見がある。それどころか街中で見る方が臨場感が高いという意見すらあり、実際、徳島県民のほとんどは有料演舞場で見る習慣がない。2004年からチケット販売の改革が始まり、 徐々に浸透してきたことから2006年以降はひとまず売り上げは安定しているが依然として厳しい収支が続いている。例えば2007年は開催日が平日寄りになった上無料演舞場や市内を回るツアーが多数組まれエリアの端にあり地理的に不利な市役所前演舞場では空席だらけになってしまった。このため翌2008年から市役所前演舞場の2部には 有名連を集中させて、売り上げの向上を図らざるを得なくなった。一方で、薬行踊り等のように場所を取るが、見せ場のある有料演舞場向けの踊りもあり、今後は有料演舞場の価値をどのように上げていくかが課題である。徳島県の公式ウェブサイトに記載されている、阿波踊り実行委員会が発表した2017年の人出総数は、 123万人であるのに対し、朝日新聞出版社ウェブサイトアエラドットが報じたところによると、シンクタンクが作成したとされる、泡踊り経済波及効果分析業務報告書の推計結果によれば、2017年の来場者数は、日本人来場者約210,000人、外国人来場者約14,000人となっている。また、 徳島県観光政策課のコメントによれば、2017年の徳島県内の主要観光施設等の入り込み客数について、調査対象施設総計で187,685人となっており、大きな乖離が生じている。ありがとうございます。